宮地隆光は日本の政治家、移住委員長長、日置市長を歴任した。1950年11月22日、現在の鹿児島県日置市移住委員長半群れに生まれる。宮崎大学の音楽部卒業。1975年、移住委員長役場に入省した。1992年、現職が引退して、 新人4人が立候補した伊集院町長,長選挙で初当選を果たし、同年10月22日に就任した。1996年、無投票で再選を果たした。2000年、無投票で参選を果たした。2004年、4選を果たした。日置郡の4町が合併して発足した日置市長選挙に立候補して、2005年5月29日、 元鹿児島県議会議員の新人を破って、初当選を果たした。当日有権者数、4万1967人、最終投票率 78.、78.31%2009 年5月10日、無投票で再選を果たした。2013年5月13日、無投票で参戦を果たした。前回、前々回から一転して選挙戦となったが、2017年5月21日、 新人二人を破って四千を果たした。当日有権者数4万548人、最終投票率 66.69%2020 年12月7日の市議会一般質問で今期限りでの優退の意向を表明した。2021年5月28日、任期満了に伴い市長を退任した。これにより移住委員長長時代に続いていた。 29年間の政治家に幕を閉じた。ありがとうございます。